山形県立高畑高等学校は山形県東沖玉郡高畑町に所在する県立高等学校。2006年11月22日、同校の2年の女子生徒が校内で飛び降り自殺をした。生徒は母親に学校でいじめを受けていると相談をしていたことが明らかになり、いじめ自殺ではないかとの疑念から学校側が記者会見を開き、経緯を説明した。 その後、両親が自殺したのは、いじめが原因だったとして、山形県に対し約8,920万円の損害賠償を求める訴訟を山形地裁に提起した。2014年3月11日、同地裁は、いじめの可能性は否定できないが、具体的に特定することができないなどとして、両親の請求を棄却する判決を言い渡した。 両親は控訴するか否かは今後検討するとしていたが、これ以上、いじめが原因だったことを立証するのは困難として、控訴はしないこととした。判決を受け吉村美恵子知事は、亡くなられた生徒さんのご冥福を改めてお祈り、申し上げます。判決の内容については、十分に精査したいと思いますが、教育委員会には、子どもたちが安心して学べる、学校を作りに、 これまで以上にしっかりと取り組んでいただきたいと考えております。とのコメントを発表した。ありがとうございます。